なんか身の回りの芸能人とか有名人って意外といるのかな。これはもう嫌だったら嫌よで書いてもいいけどって、それ今度にする？今日は今日で聞く？俺なんか違う、聞くたびに違う人がいたらなんか全然違うメンツ出てくる気がする。俺尾崎豊がちょっと若干いるんですよね、身の回り。尾崎豊、ビッグミネ、わからんよね、言ってもね。身近にいた芸能人、俺は身近にいたっていうのも変だけどな。100万円当たった人はさすがにいないか。ルーオー、大芝、大芝って、大芝なの、大芝だよ。ルー大芝、尾崎ビッグルー大芝先行くの変だけど、ビッグミネ、あと誰だっけな、あと誰だっけな、なんかいたはず、もう思い出せない。あとあれだ、うちの親父が黒沢明じゃねえ、黒沢なんだっけ、あの人忘れちゃった。あのだからクラスメイトだったり学年が一緒だったりみたいなこと。そうそう、だから嫌よの人、嫌よで書いてもいいよ。うん、でもそれだと完全に嘘みたいなことを流せるから、なんて難しい。これはまあフィクションですから、嫌よの場合はフィクションということになります。まあそれでもまあ信じるか信じないかはって感じ。誰かだ、なんかテレビ番組に出てるアイドルともともと付き合ってた人っていたよね。まだ芸能人だった頃、近所ではすぐ怒鳴るおじ、怖いおじさんで有名だった。マジで、そんなん言ったら友達ん家の近くに林家ペーパーが住んでて、すげえ感じ悪いっていう意味。なんかちょっとあんまり良くない話だったからやめようか。なんかすげえ匂いガン飛ばされるみたいな、そういう話もある。あ、これ芸能人あんまいないタイプか。劇団に所属してました。え、同じ劇団にいたってこと、エルンさんが。大学の食堂でミスターの悪口を言っていた大泉さん。北海道の人なの、あなた。母親が若い時にミスターの悪口は言うだろ、それは別にマイナス要素ねえな。母親が若い時、村田秀夫ってなんだっけ、誰だっけ、ラブレターをもらったか。そういう話があるのか。俺面白い話あるわ。ああそう。村田ってその村田か。ダパンプみんなにダパンプにナンパされたっていう知り合いがいましたよ。ダパンプだよ。あの4人ぐらいいた、4人の頃のダパンプにみんなにナンパされた女の人がいた。東京でバスガイドしてた女の人で、めっちゃこう綺麗な華やかな人でさ、鹿児島で会った人なんだけど、ダパンプにナンパされたって言ってたよ。すげえなーと思った。ダパンプまとめてかいって思った。マッキセリヒョウが同じ学校で1学年上だったらしい。博多花丸大吉が福岡吉本時代、自分がバイトしてたゲーセンの常連です。東京バスガイド、東京の東京のデバスガイドしてたっていう奥さん。なんか詳しくは知らないけど、母親がジャニーズと深い関係らしい。おい、何が起きてんだ、何が、お前んちは何が起きてんだ。うちの母親の幼稚園の先生時代の同僚がの生徒さんの中に尾崎豊がいたっていう話と、近所 うちの近所のよく行く床屋さん、ちの床屋さんの常連さんが尾崎豊っていう感じだったね。あと誰かいたんだけど忘れちゃったな。あ、ごめん、そうだ、予約を解禁します。はい、いや、ここから解禁です。はい、今だけね、特別だよ。もう一度お願いします。申し上げね、忘れてた。高野都市の高が高校の同級生だった。現在中弁論大会現学中、え、なんだって。同級生か。俺なんか有名、同級生に有名人いたかな。カルピスウォーターの CM 出てる子だったらいたけど、あの同級生にね、同学年。実家の近くに久保田利伸の実家がある。すっげえざっくりしてんな。黒沢俊夫だっけ。黒沢俊夫、これはお父さんのガキ大将グループの中のメンツの一人だったらしいんだよね。志田未来通ってた小学校が近所にある。お父さんのだから幼馴染が黒沢俊夫だ。
親父は、うちの親父はだから黒沢敏夫に一緒にやんねえかって言われてたらしいんだけど、断ったっていうか、まあ多分なんで断ったか今度聞いとくわ。志田未来が花通ってた小学校は近所で、なんじゃそれ。私が住んでいて年一ぐらいで近所を歩いているのを見た。へえ。実家の近くに西村智美の実家がある。母親個人宛に送られた岡田くんの絵があったり。なんじゃそれ。昔スマップと一緒にエレベーター乗ったことがある。ジャニーズ事務所にのなんかの人なのかね。の実家のお客さんにミュージカルテニスの王子様に出てた人がいます。おほう、高野花。はい、意外といるようないないような感じだね。実家の近くに西村智美の実家があるから、もうそのこの実家の近くに実家がある話が多すぎる。自営業の実家のお客さんにミュージカル、ああはい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 、テニミュの人ね。城島リーダーの父方が親戚で、でも親戚か。へえ、でも小さい頃詐欺で警察に捕まって離婚したらしいから付き合いな全くない。なんか複雑すぎてわけがわかんない話だ。ばあちゃんがレレレのおじさんの声優と親戚。ゴリ先輩の声優さんと親戚って友達がいたな。直接じゃないけどそういう人だったらいっぱいいるわ。だからルーお芝もお母さんの昔の親友の弟がルーお芝、微妙に近いような遠いような感じだ。サインもらったわ、その時。すげえルーお芝好きだったから。なんてドラマだったっけな、ガールズプラスワンっていうフジテレビの深夜ドラマがすっげえ好きで、その時にルーオーシバが超いい役で出ててさ、なんかそれですげえ好きだったんだよね。直接出くわして会話したのは藤村 D と田中よし武だっけ。アナゴさん何、何の人。アナゴさん何者なの。藤村 D なんで喋ったの。あ、イベントとか。通っていた学校が鈴木史郎の母校で講演しに来てくれたことがある。何ちょっと待って待って、何だだ先祖の話が出た。おこれ何て読むのこれ。が、雑貨集誰なんか村上水軍みたいなこと。最歌集。中世日本に存在した鉄砲傭兵部隊。なんじゃそれ。矢沢駅長乗せて走る。タラコさん、マクロセブンの花束のあの人か。じゃあエルンさんはそっち系の人意外と見てるんだね。姉が大阪直美の祖父の会社に勤めてる。なんか微妙だけど、なんか面白いな今の。タイムリーだね。大仁田敦子、高校に通って頃で、嘘、校門の前でインタビューされたところ、素通り。同じ高校に通ってたってこと。高校生だったもんね途中で。昔派遣職場の社長がバイクの後ろに矢沢駅長乗せた。なんかちょっととっぽい感じのあれなのかな、そのやんちゃな感じだったのかね。サイカびっくりしてる人いるよ。働いてた飲み屋に高橋良次だっけ、ボトムズの人だよね。東京来るためによく来てた。ボトムズ見てないから凄さが分からなかったが、いい人のいいおじいちゃんなんだ。へえ。そっか、まあボトムズだけじゃないけどね。こんばんは。皆さんの身近にいた芸能人の方いますか。スポーツ選手とかでもいいよ。芸能人というか有名人、芸能人有名人、まあ、犯罪者とかでもいいよ。法に立つ人は自分の学校の一区画、隣の高校。へぇ、なんかあったかな。おい、なんか終わった ?12 時?あ、違うわ。あ、シビビマンだ。ディック・ミネは、俺の世代でもわかんないもんな。なんか変な作曲家だっけ?気がするんだけどな。むずい。いたはずなんだけどわかんねえ。違うんだよ。ググれば出るでしょ。なんかディックミネって、ミネってこういう字じゃねえんだ。古川さんの奥さん、笑。え、俳優の野田秀平、
なるちゃんの声優さん、マジか、もうこの話多いな。めっちゃ出るの、エルンさん。俳優の野村周平って聞いたな。小学校の頃の同級生かと思ってたけど、プロフィール読むと別人だと言うて、あ、そうなの、名前が一緒なだけだった。まあそういう人いるよな。オハガールの中に、オハガールの中に元カノがいてびっくりしたけど、そっくりな人だったっていう。本当に変な汗が出たね、あれは。いいって、なぜテレビに出ているって思った。あ、歌手、作曲とかも知ってたんじゃん。なんか松田聖子となんか不倫関係があったとかなんとかって、いや、わかんない、俺は本当に知らない。ディックミネのこと、デパートの屋上で BC エンジンのイベントをしていた高橋名人とタバコを吸ったことがある。いや、いいね。高橋名人は本当に、高橋名人タバコ吸うんだね。近く、組閣じゃないっつうの、近く、はい、これは PC エンジンの時代なんだね。友達が PC エンジンのイベントに行ったら、なんか会員番号1番みたいなやつもらってたの。メディア出演してたけど、年齢が自分より若くなって、はははやめたれ。これ前も話してたっけ、その話。食べに行ったことがある。え、あ、かすげえ微妙。実家が飲み屋なんだ。もうあとは劇団所属のちょい駅の人しかいないから。なるほど。生で見た芸能人でいいんだったらトンネルズ見ました。トンネルズと抜群のサガネじゃない方とは、すっごいガン飛ばされた。結構身近で、いや、ぶつかりそうだったもん。トンネルズはなんか学校のイベントでアメフトかなんか試合見に行った時に、その、うん、フィールド上になんかその、なんかブレイクタイムっていうのなんぞの、あの時に出てきた。すげえ距離感で見た、遠くで。うん。え？あ、年齢の問題ね。嘘。その人。その人だったらどんどん年下、年下っていうか、年は離れていくな。娘がだって お母さんの年齢超えたんでしょ。どんだけだよ。はあ。なんかあったかな。ーー見たデビュー前、はい。父の勤め先の会社にいた。え、あ、そうだ。おお、そうそう、そういうのいる、そういうのいる。あ、ちょっと。そういうのいたわ。あの、ジャック・バウアーのモノマネする人のモノマネしない方の相方の方の人がうちの会社にいたわ。あと、スパロボのシナリオを書いてる人がうちの会社にいたわ。有名人なのか分かんないけど。おい、急になんかまとめてきたぞ、なんでだ。あ、そうなの？うん。想像通りの人だね。自分も半信半疑、へぇ。コージーと見たって最初すげえ地味だったもんな。でもびっくりしたよね、タモリのモノマネがあそこまで上手くて。おばあちゃんに聞いたけど、聞いた話だけど、終戦直後に政府から皇家の、まあ、なんかあの皇族のってことだよね、血縁関係を聞かれた、聞かれるってどういうこと？ややこしかったんで、知りません、うちは関係ないですって言ってた。難しい話だね。自分は渋谷でアントニオ猪木の街頭演説か。新日本、だからプロレス見に行くとプロレスラーいっぱい見れるらしいからね、身近でね、近くで。藤井隆とか子供への影響を考えてお笑いの仕事減らしたって聞いたけど。ああ、まあしょうがねえよな。ちょっとやっぱり暴れん坊なんかすごかったもんね、情緒不安定みたいな、キャラだったから。自分が地方高校野球部マネージャーをしてた時に、当時横浜高校松坂大輔が練習試合できてびっくりした。すごいね。もうだってその頃から怪物扱いでしょ。有名人扱いっていうか。グッサン、はい。グッサン、書いてる書いてる。こんなところですかね。あ、そう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 。あ、なんだっけ。あれ、忘れ、ジャック・バウアーのモノマネしてる人ってなんだっけ、面白ランドキャンプみたいな名前してる。握手してもらってサインもらった。銀エイデンの石黒監督、アニメ学校に特別講師として来て授業を受けた。ああ。有名人でも芸能人でもねえけど、なんか業界のドンみたいな人には仲良くしてもらってたな。パチ屋でドラゴンアッシュの嘘。それは何？イベント？客？客で来てた。なんでそんな。
ドキドキキャンプ、そうです。福岡だと意外と居酒屋にホークス戦士がありがたみない。ああ、そう。B さんがマッカーサー見たことあるって言ってたけど、自分も含め家族誰も信じてない。ああ、そう。いや、なんかすごい人だったんじゃないの。うちのじいちゃんはもしかしたら会ったことあったのかもしれないね。クス番組のうちのばあちゃんも超特殊な、人だから、CS 番組の収録。ああ、そういうことか。そういうことね。番組収録か。なるほど。グリコ森永事件あった当時、平社員だった親父がテレビでインタビュー受けててたみたいな。ああ、テレビに出たことある話とかも面白そうだね。俺は新聞にはなんかすげえちっちゃい頃新聞に載ったことあるけど。前に芸能界で大当たりして学祭当日5000人来校した。ああ、すごい人気がある頃ってこと？無名時代？芸能界で大当たりして、ああ、来る前に当たっちゃったんだ。すごいね。名のないやつを呼んだら、名がなかったはずのやつが、すんごいネームバリューできちゃったっていうか。すごいね、それ。でもなんで名がない時に呼んじゃった？すごいな、逆に。なんでそれを呼んだセンスわかんないね。高知の帯屋町って商店街の会長が広瀬涼子の親父さんで、帯屋町ブラブラしてると見かけた。ふえ、たこやんも確か沢尻エリカがよく遊びに来たって話だったね。たこやんがバイトしてたコンビニにすげえなんかお母さんと一緒に沢尻エリカが遊びに来てすげえ応援してたらしいんだけど、その後めちゃめちゃヒットしちゃったっていう、それから来なくなったって言ってたんで、確か漫画家のなんて読むのかな、十五夜という人が大学時代にも案件で一緒だった人と同じペンネームで作風も似てるような気がするけど確認は取れてません。漫画家系の話は確かにあるかもな。いい引き。森永社員だった。ああそう、大学の文化祭レベルだったから分かりやすさ重視で呼んだ。なるほどね。広瀬にの中心にどういうことの、何の話なのそれ。どういう話なの。何、広瀬の血を引いたものがいるの、なんか漫画。あ、自分も漫画か。ええ、そのえだどれがその1774個目さんも漫画家なのかって話か。どうなんだろうね。ここ確か漫画家さんいたよね、昔ね。最近わかんないけど、誰かが漫画家の人で結構そこそこの人がいた気がするんだよね。いや、漫画家さんは結構確か以前にもいて、結構なんかここで才能ある人いっぱいいるなーつって話になってたけど、もうそれも2年ぐらい前だろうな、多分もっと前かもしんねえな。はあ、水島真嗣の実家が結婚。そんなん言ったらタッチの作者の実家が、実家じゃねえ、作業場が近いわ。あ、自分はイラストレーターやってる。そっか、やっぱ才能を持った人はいるんだな、こんだけ人が集まると。サブロー、ミツル、高校の同級生だったらしいけど、ミツル学校に行くのが嫌いだったから一切覚えてない。それはエルンさんが言ってねえって話ね。ミツルは一時代気づいたもんな。ミツルとジューク、あれ数字シリーズだったのか。親父がサブローって言ってた。サブロー懐かしい。ミツル懐かしい。2000年よりちょっと前とか、2000年前後の話だよね。あんだけマジで人気あったもんな。延長されちゃったよ。はあ、マジで。おい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 、高校の時に同じ子、中学で同じ中学にいましたっていう人の中にあれがいたな。なんかその高校で一緒になった人に水木ありさがと同じ学校だったって。あ、同級生だったんだと思った。いや、あの人は化け物だもんな。今でも全然変わってねえもんな。本当かどうかわからんってことか。フカキョンも今もちょっとよくわかんないもんな、あの人。よし、て背中が痛い。どうなんだろうな。堀越学園通ってたらいっぱい同級生に有名人いるだろうな。そうそうそう、僕の中学の時の友達で後にバンドを組むメンバーの一人、ベースの人、担当の人なんだけど、
確か TOKIO の中のなんだっけあの人うざい人、バラのゲームに出てる人うざがられてる人、松岡修造だっけ、あれなんだなんだ、TOKIO か、 TOKIO、 松岡がクラスメイトってなんか松岡友達がいなくて俺によく声かけてきたんだよねって言ってる人がいたけど、松岡さんだね。そうそうそう、この人確かこの人同級生ってことかな。じゃあこの人世代的に、あ一緒だ、じゃあこの人だ僕は香取慎吾と松岡さんと同じ世代ですね。誰怖え、なんだ毒針持ってそうな名前だけど大丈夫、プロレスラーかな。オリオンゾディアーズ、佐山悟、中学の寿司屋が改築した時に食べに行ったら花輪が入り口にあって中で食ってた佐山ってあの二代目タイガー、闇属性なんだよ、オリオンゾディアーズってなんか仮面ライダーのなんか敵みたいなやつが、仮面ライダーホーゼじゃねえかよ、誰だよ、オリオンゾディアーズ気になるわ。佐山初代か、二代目が三沢、じゃあ中学の同級生の寿司屋が改築した時に食べに行った、大工やってた時にゆずの北側の家のテラスを作ったなるほどね芸能人とかじゃなくてなんかどっかの大会社の社長とかだったら近所にいたけど、いるのかな、まだ元社長っていうか会長だったの。あー、どんな役者さんなんだかわかんないけど、どんな役者かわかんないけど、そのなんたらオリオンゾディアーズはこんな人です中の人わかんないんだけど、なんだよこれ、鬼に金棒みたいな人の中の人、フォーで見てたけどわかんない、もう昔のことすぎて。TOKIO は4人だぞ昔もっと多かったでしょ、そんなん言ったら。オリオンゾディアとの中の人わかんない、最初の敵覚えてないな、わかんない。でも見てわかるもんなのそれって昔いた会社の職場の中になんかめちゃめちゃ有名な ビジュアル系のバンドの大人気の人がいたりとか、なんかスパロボ何作目かのシナリオを書いてる人がいたり、お笑い芸人がいたり、お笑い芸人2人ぐらいいたのかな、なんかすごい変な人いっぱいいたんで、あとバンドのボーカルの人とかもいたし、面白い職場だったなそこは。ひえー、有名な方ですか、小中で隣のクラス、あ、じゃあ自分はお師匠のクラスじゃないんだ、そういうことってあるんだね。なんか AV 女優の数から言ってかなり多いらしいよね。普通に同じ学年にいてもおかしくないみたいな、一人はいてもおかしくないとか言われてるけど、名前が近くなってたらわかんねえしなあ、昔職場に AV に出てる人いたわ女の人でなんか偶然見つかっちゃったらしいんだけど、いたなー、なんか俺見させられた気がするな、それの AV。 うわ本当だって、そうなんですよね、顔も変わってる可能性あるしね。この名前の人知ってる、あ、しんのすけの、あ、声優さんか、社長令嬢へー、変な人だもんね、なんかね、ただのお姉ちゃんみたいなでもそういう仕事やってるっていう噂が流れてる女子っていたな、でも本当かどうかは分かんないけど昔その子からバレンタインもらったことあるわはあ疲れた意外といた。うん。はい、まあそれは言わなくてもいいんで、好きなタイミングで寝てください。ありがとうございました。名前も見た目もわかんないしな。AV 女優、あAV 女優の話あった。これ有名人とかじゃないもんな。昔友達、元バンドメンバー、ちょっと僕が辞めてから入ったバンドメンバーとかがやってる音楽教室の、主催してるなんかイベント
なんだろう、そのクリスマスコンサートみたいなのにの練習があったんだよね。こういう曲やります、こういう感じでやりますって。で俺はこう写真撮る係だったから、なんかいろいろ下見したりとかしてて、でその後食事会、みんなが結構メンツが多く集まる日だったんで、食事会をしますって言って、その後食事会に行ったらその生徒さんの中でにいたなんか若い女の人がいたんだ。20代前半ぐらいの人がいたんだけど、その人と偶然なんか隣になるなったんだけど、そうしたらなんかすごい話があって意気投合しちゃって、ね、なんかいろいろ話してたらなんかその主催、その音楽教室の主催者の一人の人に、あの人知り合いなんですかみたいな、なんか、うん、所長さんあの人となんか知り合いなんですかみたいな言われて、いやいやいやって、なんか今日会ったばっかでなんかいろいろ話してたんだけどって、なんかいろいろ話があって面白かったんだよねって言ってたら、あの人はエブジョイスよっつってマジでびっくりした本当に。いやなんかその時になんかモデルをやってるとか言ってたんで、じゃああのモデルやってもらってもいいですかねって、なんかちょっと、迎えに行ったりもできるんでって、迎えに行ったり送ったりも送り迎えもできるし衣装もこっちで用意するだけ用意しても来てもらうだけでいいんでってお願いしてて、言ったら100本動画のタイトルオープニングとかに使おうと思ってた映像として撮影する予定だったんだよ。俺がこれからなんかいろいろ作る動画の、まあなんかイメージキャラじゃないけど、まあそういうキャラクターはこういう毎回この人が出てきてっていうやつで使おうかなと思ってた人だったんだけど、あの311でね、なんかそれどころじゃなくなっちゃって話が飛んじゃったんだよね。誰？漫画原作者。作家デビュー前に彼のサイトで知り合ってボードゲームで遊んだりした。なんか有名な方？なんか字面見たことないけど、なんか調べてみよう。作家漫画原作者か。はあ。芸名みたいな名前だな。鏡っていうんだ。なんかボードゲームの人なんだ。360のネット対戦でフレンドになった人が多分ゲームライターの渡辺名人。渡辺名人って誰？名人じゃないかも。渡辺浩二ってこと？名人何の人だろう。なんか俺でも知ってるものに携わっているかどうか。銭形金太郎の貧乏さんの一人として出演してんだ。見たかもね。分からん、俺には分かんないこの人。分からん。小説とかもやってんのね。職場の常連がユークスの偉い人だった。おやおやおや、僕の知り合いと知ってる知り合い、名字の頭文字は何ですか？アルファベットで言うと名刺も探せばあるかも。こちらは K ですね。そういえばなんか二次会で座った席に新宿ジャッキーがいて一緒に飲んだ。名刺も探せばあるかも。マジかよ。あれ K ってマジで。うちの店だって藤間してる天外魔教のイラストの人。はい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 。全外で一緒に飲んだ。すごいね。こんなの嘘つく必要ないから絶対本当だろうな。わら名前はもう今調べないと分かんないわ。ゴールデン街って新宿だよね。去年え、あの人いい絵描くよな。なんかジブリっぽい絵を描くよね。すごいな。なんでなんかその業界の人なのかな、あなたもね。ユークスのお偉い人、結構若い人なのかな。50手前まあまあやめとこやめとこやめとこ企画屋さんだったから違う人かもしれない。頭文字とかアルファベットは一緒かもしれないけど、まあでもその人はかなりユークスのなんか内部の人だったけどね。まあ企画担当、あの人もあなんか会えるんだったらまた会いたいんだけどね。会おうと思ったら会えるのかもしれないけど、もうメールアドレスはわかるけど多分変わっちゃってんだろうな。俺が連絡取らなかったからさ。
やめてから WWE のゲームとかに名前もちゃんと出てました。じゃあその人かもしれないあれね、UFC とか WWE とかだよね、確か。ツイッター始めてる。うん、あ、いいえ、投稿してんだ。ああ、そう。そういう、ツイッターのアカウントというか、調べたいね。多分すぐ出るよね。あ、ツイートしそうな、ちょっと。ツイッター使い方わかんねえんだよ。いきなり、なんか、ドロロの、なんか、漫画描いて、漫画っていうか。鏡京介さんで一番有名なのはテニスの王子様を手犬の王子様って最初に言った人です、ね、そうなんだ。それだけで十分、まあ、知ってる人は知ってるよな。俺この人のツイッターなんか見たことあるかもしれない。ドロロか。ドロロ、俺は意外と面白かったんだけど、なんか評判悪いみたいで。最近なんかそういうの多いな。スライムのやつも俺は面白いんだけど、なんかもう多分ああいう系見すぎてもういいやって人がすげえもう見たくないって言ってんだろうなって感じだったな。俺はああいうのまあまあ見たことないから。俺つえ系の転生系の話だからさ。まあ見飽きたよって話人もいるんだろうね。普通に見やすいし、面白いと思うけどな。疲れた。あ、そうなんだ。俺すげえ好きなんだけど、あれ。そう。転スラか。転生したらスライムだった剣みたいな。よくできてる。アニメとしてもっていうか、絵も綺麗だし、見やすい、話も分かりやすいし。ただちょっとやっぱその突っ込みどころはいっぱいあるけど、別にそんな娯楽先にそんなしさ、野暮なことは別にどうでもいいだろうって思っちゃう。純粋に楽しいなって思った。言ったらそんなになんだろうな、考察っていうか、もう疲れる。獣フレンズぐらいなんか緩く見れる、のは別にいらないけど、ああいうのが必要な時代もあるじゃない。ケモフレみたいな、ああいうもう本当に楽に見れる上に、考察も考察ではかどるみたいなさ、どっちの見方もできますよみたいな、気楽なやつも欲しいよね。8ビットいいの作る。8ビットっていうのあれ。よし、今日はこの辺にしようか。すげえ疲れちった。っていうか、まだ明日もあんのか。ドロロ対アニメ化で PS2 ドロロが値が上がった。なんだ、だからそっか、リュウクさんドロロやってたんだな。ドロロマジで PS2 版のドロロはマジで評判悪いけどな。クソゲー感はないんだけど、やるとつまんない。ほんと高っ、4000円ぐらいになってるぞ。何してんだ。だってこれでもパッケージとかかっこいいもんね。悪いゲームじゃないけど、なんかやると違うんだよね、このゲームね。なんか違うの。なんか手応え、アクション、こういう 3D アクションもので、こういうのは違うんだよな、っていうか、もう、プレステ2の時代にこれやっちゃダメだよねっていう感じ。今4000円になってますね。びっくりしたわ。3800円に送料がないか、これ。いや、ドロロマジで品質が良さそうで微妙なゲームなんですよ。悪いゲー、クソゲーじゃないんだけど、微妙ゲーです。すっげえ雰囲気良さそうだし、そうちゃんとなんか目を取り戻すと白黒の映像がカラーに戻ったりみたいなのをちゃんとやってるからいいんだけど、なんかアクション部分がなんか非常に微妙っていう、無人街の方が全然面白いみたいな。そうでしょ。だからさ、そういうことが起きるんだよな。じゃあドロロ今人気あんのか。当時の原作ファンにはちょっと辛いみたいなんだよね。もう原作ファンをほっとけって思うわ。もうカリオストの城はやっぱ面白いしさ、緑ジャケット派閥ではあるけど、俺も言いたいことはわかるが、やっぱ娯楽作としては楽しい。それでいいじゃないって思う。いつの間にか転生ものって魔法陣ぐるぐるみたいな世界観が主流になってる。どういう世界観なの。テニスではないテニスだとテニス協会が訴えたってエイプリル。ああ、そういうことね。ドロロはでも本当になんか面白、確か、なんか悪いゲームじゃなかったなっつって3年おきぐらいにやって、3年おきぐらいに絶望っていうか、なんか微妙な感じになる。猫のフレーメン現象みたいな感じになって終わるっていう感じの作品だな、印象。悪いゲームじゃないがすごく微妙っていう。もっとうまくできたんじゃねっていう感じがすごいしちゃう。ドロロディスクのみで3500円、送料。あ、ディスクだけでかい。やばいね。いや、元からだってなんか雰囲気とかめっちゃいいからさ、悪いのはアクション部分だけだから、それ以外よくできてるからさ別に悪いゲームじゃないんだけどね。
ただやっぱりなんかすげえ思ってるのと全然違う。なんかなんだっけ、百鬼丸だっけ、あの人がなんかすごい微妙もっと動けやって感じしちゃうんだよね。玉数がそんなになさそう。あーもうそうね。でもベスト版も出てるからさ、まだらやってみたい。あそういうこと、ネタが被ってるってことで、まだらのそういうゲーム出なかったね結局ね。ファミコンとスーファミに出ただけでゲーム、もうちょっとゲーム化できそうなもんだけどな。実写映画、ああ柴咲コウのやつね、あれはダメだ。この放送見てる人はそれは買わないし、多分持ってる人はもう持ってる。ハイファンタジー、まあだからご都合主義の世界だよねかなりね。うーん、だからもう本当に言ったらなんかここが辻褄合わないじゃんみたいなことだらけだけど、そこはもうどうでもいいじゃんみたいなさ、本当にご都合主義の塊だけど、まあ中二系の話って意外と楽しいからさ。おっ、おガンパレファンのオフ会で何度か飲んだ。ガンパレファンのオフ会に来るんだねこの人ガンパレの中では有名な人だよね。ドロロパクったって言ってたからね。あれはまあ好きなんだろうなって思える。まあ別に楽しみだから、そのね、そういう世界観に飽き飽きとしてる人はもう楽しめないと思います。散々楽しみ尽くしてまたこれかよっていう人はもう楽しめないと思う。だからちょっと、いや Amazon プライムで見れるからさ、なんか見てて、で評価どうなんだろうと思って見たらすげえ評判微妙だったから、面白いって言ってる人と、なんかもう無理だよっていう人と二極に分かれてるからでもおっさん側からするとどれも見飽きてる感はあるよね。それはもうゲームに全部に言えるね。もうほんとスプラトゥーンレベルじゃないと、なんかね、もう、まあ、あれのあれとあれあれとあれ混ぜてこうしたやつでしょって感じようね。全部確かに、いやだ、まあ逆にそういういろいろ好きなんじゃない。確かにちょっとそうか、そう言われてみたらそうだね。あ、そうなんだね。まあ見やすいよねすごくね。本当にアニメとしてもよく綺麗だし、うん、なんか下ネタもそこまでえぐくないし、島根沢はあるけどさ。はあ、シャーズナブルの声優さんもすげえ酒飲むって言ったな。知り合いに、昔そのゲーム屋でバイトしてる時に声優さんがよく遊び来てたんだけど、その人がよくシャーの人の話をしてたわ。ガチで血生臭いファンタジー世界は転生したくない。そうだね。うん。お疲れ様です。おやすみ。面白いよね。普通に面白いし、なんか、全部見ちゃったわ。ガンパレにも居酒屋があるの。相当な数のアニメがよく思えてきますよ。まあ俺は本当に1話も全部見ないで切ったアニメの中にグリッドマンがあるからな。モノカさんいらっしゃい。グリッドマンは正直言ってもう1話全部見れなかった。もうなんか、無理っつって切っちゃった。その後すぐに俺が思ってたような内容じゃないものになるらしいんだけど、その後実写版のグリッドマンを見て、あこっちでいいやと思ったけど、結局3、4までやめちゃった。妹があんま可愛くなかった。そうだね。なんかもっと現代の異世界みたいの行ってみたいな。並列世界じゃないけど、あーそうなの。でも俺原作見た時になんかあんまり立ち読みでちょろっと読めるやつ読んだんだけど、なんかあんま面白くそうじゃないなと思ってアニメ見てなかったんだよね本屋で立ち読み用の小冊子みたいなやつ見たんだけどさ、昇天した方がいい。あれでも夢落ちなんじゃねえかなって思うんだよな。なんか結局先輩はなんか俺転生じゃなくて夢で見てて、なんか手術台で復活するんじゃねえかなって思ってるわ。手術台っていうか、なんかさまよってた夢の中だけの話。まあどうでもいいね、あんなのね、どっちでも転生してでもいいし、なんか夢落ちでもどうでもいいよね、楽しかったらと思った。じゃあ今日はこの辺にしよっか。トリビアの泉でも見て寝るわ、疲れちゃった。はあ、竹山さんのトリビアを見て寝る。おお、
福地たけし、新魔装つかみシナリオライター、泊まりがけで集まるとアプグのイベントで一緒に遊んだ。はあ、なるほどね。まあそういうイベントとかなんかオフ会的なあれなんだな。今日だって放送これだけで何時間やってんの？7時間ちょっとやって10時間ぐらい放送してるわ。元気だな。その幼女戦記がね、途中から見たんでつまんなかったんだよな。想像してたのと違ったんで。ショボゾの周りになんかいないの？有名人とか。お疲れ様でした。なんか、ドラえもんじゃなくてなんだ。なんかすげえ人忘れてる気すんだよな、俺。ない。ない。ないかな。でした。お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました。また明日ももしかしたら日曜の夜もまた高橋名人は違う。日曜の夜もまたこのテーマトーク枠をやるかもしれん。やんないんだったら探し枠はやんないと思います。ちょっともう疲れたんで。テーマトーク。おつでした。そうだわ。今月中だ。じゃあ明日 Wii の放送しようかな。Wii のショップの何最後に買うか放送も やんなきゃいけないからね。まあとにかくまた明日放送する場合があり、まあるかもしれないんで、その時はよろしくお願いします。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。